はい、どうも皆さん、こんにちは。サオでございます。ですね、ただいまメンテナンスですね。メンテナンスの時に何の動画撮れるかなって思ったんですけど、まあ、今回はタイトルの通り、最強キャラ、まあ、カッコジョブですね。まあ、皆さんね、これがね、一番気になってると思います。まあ、限られたね、時間しかね、プレイできないので、キャラをね、絞ってね、育成したいと思うんですが、まあ、まず育成すべきキャラは、リセマラで当たったキャラ、まあ、ジョブのキャラでいいと思います。で、もう一つなんですけど、まあ、現時点でまだね、まあ、それこそあまりプレイできてないので、まあ、現時点の評価なので、まあ、そこはね、ご了承いただきたいです。まあ、ざっとね、まあ、キャラの、まあ、僕の個人的なね、順位をブワーって出しました。で、まあ、キャラ、最強キャラっていうのは非常にね、説明しづらいので、まあ、こっからはキャライコールジョブって考えてください。ジョブがこのね、1、2、3、4、5、6、7。これですね、現在はね、7個。なんですが、まあ、結局今、タンクが、まあ、ブレイカーガンナーになってます。で、ブレイカーガンナーっていうのは、これはね、単純に、物理防御力が高いか、魔法防御力が高いか、と、物理アタッカー、魔法アタッカーっていう違いです。こちら2体は、単体に強いですね。ボスとか、まあ、格好撃破、かつ防御力が高いので生存率も高いと。まあ、このキャラを、他のね、補助色と絡めて、主体で動かしていけばいいと思います。時点ですね、クラッシャーとパラディンがございます。クラッシャーとパラディンは範囲攻撃に優れておりまして、物理攻撃力が高いのがクラッシャー、魔法攻撃力が高いのがパラディンになってます。まあ、これはね、ブレイカーガンナーの攻撃に振ったバージョンって感じですね。はい。で、赤ずきんと、かぐや姫が持ってます。で、次にですね、ミストレルですね。ミストレルは、まあ、HP が高めなんですが、バフが強いですね。防御力と、魔法力をね、同時に、あ、防御力と、物理防御力と、魔法防御力をね、同時に上げる。バフを持ってたり、あとはね、特大アップっていうのがあるんですけど、これは一つのステータスのみなんですけど、まあ、魔法特大アップとか、攻撃特大アップとかを持ってます。まあ、これをね、ブレイカーとかクラッシャーとかにね、バフかけて戦う。だからミンストレルはね、めちゃくちゃね、汎用性高いと思います。ソーサラは、ステータスダウン、デバフですね。敵のデバフ。まあ、物語で使いにくいんですけれども、まあ、これも使いますよねっていう。で、最後、クレリックがヒーラーです。まあ、バフもかけられるんですけど、アリスの場合は。まあ、ここまでで皆さん気づいたと思うんですけど、全部使いますよねっていう。まあ、最強ランキングっていうのはちょっとって感じで思います。なので、すべての、まあ、すべて使いますね。まあ、なんですけど、ブレイカーがちょっと今多くて、で、かつ、卑劣のね、剣、刃か。卑劣の刃をね、装備できるというか、メインで装備できるシンデレラはやっぱ一番強いのかなっていうところかなって思います。でですね、まあ、ブレイカークラッシャー、パラディンとか、そのあたり、ガンナーのこの攻撃かつ、攻撃色とか、まあ、防御色は、まあ、なんとなくイメージ湧くと思うんですけど、まあ、やっぱゲームによって異なるのが、まあ、デバフだったりバフなんですけど、まあ、このゲームね、単純に魔法攻撃、物理攻撃、物理防御、魔法防御、この4つのステータスしかないんですよ、基本的に。まあ、なんでバフはかなり重要になってくるんで、ただミンストレル、ソーサラーあたりは絶対育てといた方がいいですね、これ。ギルドの中で1人、2人。で、まあ、バフはね、重ね掛けできます、これ。最初のチュートリアルで皆さん気づいた方もいると思うんですけど、10までいけません。10個バフかけられる。攻撃のバフのとこにね、10って出てて、それはほんと、1個重ね書きすると1、2って感じで増えていくんですよ。まあ、現時点で確認したってだけなんで、参考程度にしていただきたいんですけど、なんでバフかなり重要です、これ。で、かつ、バフ解除を持ったキャラがね、いないんですよ、このゲームって。で、どういう仕様なのかっていうと、
まあ、敵が攻撃のバフをかけるじゃないですか。そしたらソーサラーで攻撃ダウンのバフを重ねがけすることによってゼロに持っていくみたいな、実質ポジティブバフ解除、バフ解除や、バフ現象は、ソーサラーで行うっていう形になります。まあ、かつ、まあ、味方の、味方にデバフをねつけられた場合はミンストレルで、攻撃バフをかけて回復しなきゃいけないってなります。だからこの2色は現時点で別に使用しなくても必ず育つといた方がいいです。まあ、前回汎用性高いからシンデレラはリセマラ向きですよって言ったんですけど、本当に本当に将来を見越すのであれば僕はミンストレルは絶対に当てといた方がいいのではないかと思います。ただ、ミンストレルの特徴は他の、まあ、仲間、一緒にやる仲間、ギルドであったりフレンドにミンストレルがいる場合は、まあ、自分は使わなくていいんですよ。何体もいてもしょうがないんで。あ、別に武器当てなくてもあるかな、10連では100個手に入るんですけど、欲望メダルっていうのでアルカナで剣突ができます。まあ、なので、まあ、長期的に剣突すればいいと思います。はい、で今度ねピックアップが来て、まあ、多分新キャラか、まあ、既存のキャラ、まあ、例えば今ちょっと日の目浴びてないスノーホワイトあたりの、ジョブ武器がね来るんじゃないかなって思ってるので、まあ、ここまでわびし溜まったのであれば次のガチャに使うっていうのはありだと思います。はい、まあ、ちょっとねメンテナンス中でね、どんな得があるような動画撮れるんだろうっていう思ってこういうねテキスト型の動画になってしまったんですが申し訳ないんですけれども、はい、またね見ていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼いたします。